お願い、目を覚まして。悪いことは言わん、娘よ。諦めて立ち去るのだ。この子は今とても幸せなの。あなたのしようとしていることは、その幸せをこの子から取り上げるということなのよ。違う。お嬢際の悪いガキめ、無駄だと言ってるだろうが。痛いよ、頭がガンガンしてる。でも足も血だらけだし、すごく苦しい。でも諦めたりなんか絶対にしない。だって私謝らなくちゃいけないんだもの。ごめんなさいってあの子に言わなくちゃいけないんだもの。だから、だからお願い、ちゃんと目を覚まして。お願いだから、ユイリー。サモンナイト、貝の狭間のゆりかご。本当にメートルパって世界はのどかなところね。空気も美味しいし、このままお昼寝したい気分かも。そうですよね、本当に。トリスもアメルも不謹慎だぞ。何のために僕たちがここに来てるか分かってるのか。分かってるわよ。もうネスはすぐに怒るんだから。怒らせるようなことばかり君がするからだろ。二人とも喧嘩はいけませんってば。だいたいネスは神経質すぎるわよ。どうでもいいことまでいちいち上げ足取るし。また始まっちゃったよ。上げ足とはなんだ、上げ足とは。よくもまあ気もせず似たようなことを繰り返せるもんだよな。まあいいじゃないか。喧嘩するほど仲がいいって言うだろ。仲良し仲良し。そうかもしれねえがよ。時と場所にもよるだろうが。もしかしてちょっとレシー、あなたトリスのご英雄なんでしょ。見てないで止めてきなさいよ。そんなこと無理ですよ。下手に口を挟めば僕までネスティさんに怒鳴られちゃうんですから。君はバカか。何よ、バカって言った方がバカなんだから。子供じみた理屈で反論するんじゃない、このバカ。バカバカ言わないでよ、ネスのバカ。私の後ろに下がってちょうだい、アメル。はい。あれだけ騒げば当然の結果だな。まったく。いいじゃない、こうでなくちゃわざわざメイメイさんに頼んで試練を受けにやってきた意味がないでしょ。ネスティ、わかってる。我が召喚に応えよう、機械の従者。光の刃を待って眼前の敵を掃討せよ。マンドオン極メタル。油断しないでトリス、次の敵が来ます。え？光の翼よ。
の加護。ご主人様に手出しはさせないぞ。アメルもレシーもありがとう。気を引き締めろトリス。分かってる。こんなところで負けるわけにはいかないもの。私たちは強くならなくちゃいけないんだ。メルギトスを倒すためにももっと強くならなくちゃ。いやてめえらごときにやられるわけにはいかねえんだよ。あよし私も下がってミニス。今の君にこいつらの相手は無理だ。あの攻撃を食らったらひとたまりもない。そんな私だって怪我くらいで済むような相手じゃねえんだぞミニス。さあいい子だから子供扱いしないでよ。いいから下がれ。ちょろちょろされるとな足手まといなんだよ。いえミニスを頼んだよ。うん分かった行こうミニス。悔しい。私だってみんなと一緒に戦いたいのに。ロッカもリュウグも子供扱いして。それは私は確かにみんなよりもずっと年下だよ。リュウグたちみたいに強くなんてな。だけどミニス戦わなくちゃ強くなれっこないじゃないの。守られていたんじゃいつまで経っても私強くなんかなれない。そんなの嫌だよ。強くなりたい。みんなが子供扱いなんてできないくらいに私絶対に強くなってやるんだから。レルムの村から始まった私たちの旅は禁忌の森の真実を知ることによって結末へと向けて走り出した。復活した大悪魔メルギトス、デグレアの軍隊を乗っ取った彼は再びこの世界を手にするため最後の戦いを挑もうとしている。それを止めるために私たちは強くなることを望んだ。悪魔たちに負けないだけの力を手に入れることに必死だった。だから気づかなかったのかもしれない。あの子の心の中で膨れ上がっていた大きな不安に。ちょっとちょっとミニス落ち着いてってば。落ち着いていられるもんですか。私だって一人前の召喚士よ。なのにいっつも戦いになると下がってろって言われるばっかりで、これじゃ見ているだけと変わらないじゃないの。そうじゃないでしょミニスちゃん。私やあなたの役目は前に出て戦うことじゃなくて後ろからみんなのお手伝いすることじゃないかな。そうそうアメルの言う通り。ごまかされるもんですか。そう言って私がシルバーナを呼んで援護しようとするたびにみんなを巻き込むからよせって止めるくせに。それはシルバーナの吐く炎は凄まじい威力の爆発を引き起こす。広い場所ならともかく乱戦の中で使えば味方を巻き込む危険性が高いんだ。それは君も分かってるだろミニス。分かってるけど、でも味方の援護で丸焦げにされるなんて俺はごめんだぜ。リューグ本当のことだろうがよ。それに後ろに下がってたってな、戦い方はいくらでもあるんじゃねえのか。味方の士気を高めたり敵に目くらましをかけたり、それこそ召喚術でしかできない援護だろうが。そんなのは嫌なの。私はみんなみたいに。わがまま言ってるんじゃねえ。戦いは遊びじゃねえんだぞ。自分にできることをやろうともしねえで文句を言うやつなんかと。俺は組むのはごめんだからな。何よリュウグのリュウグのバカ。ああミニスさん、ひどいよリュウグ。何もあんな言い方しなくったって。いやあれでよかったんだ。リュウグの言う通り戦いでは誰もがそれぞれの本分を果たさなくてはならない。それを怠るような心構えでは本当に足手まといになってしまう。そうは言うけどねネス、ミニスはただ
自分がみんなの役に立ちたいって思って、だからあんなこと言ったんじゃない？そうですよ。だから次に試練を受けに行くときにはミニスちゃんとシルバーナに頑張ってもらうように戦えば。そんな余裕が今の僕たちのどこにある？メルギトスの軍勢はいつセイオートに向かってきてもおかしくないんだ。一刻も時間を無駄にすることはできないんだぞ。それは僕たちが無限回路の試練に挑んでいるのは負けられない戦いに勝つためなんだ。彼女がその妨げになるというのなら最悪。まさかネス、ミニスを戦いに参加させないつもりじゃ。ちょっとネス、リュウグモ待ちなさいよ。引き止めない方がいい、トリス。ロッカ、ネスティもリュウグモ悩んでるんだよ。ミニスの召喚師としての力を信じているからこそ今までこうして一緒に戦おうとしてきたんだから。ロッカもミニスちゃんがシルバーナで戦うことには反対なの？あ、そうだよ。どうして？シルバーナの力が強ければ強いほどそれは敵の脅威になる。真っ先に倒そうと狙わなくてはならない。脅威にね。本当なら僕たちがミニスを守ってやればいい。だけど今の僕たちは自分の身を守ることで精一杯だ。悔しいけどね。だからリュウグはミニスちゃんにあんなことを。今はまず僕たちが強くならなくちゃいけないんだ。あの子が思いっきり戦うことができるようにするためにも。うん。ロッカの言葉で私はやっと気がついた。どうしてリュウグやネスティがミニスに厳しかったのかを。彼女の嘆きはそのまま私たちの不甲斐なさだったんだ。だけど後になって思う。この時私たちは間違った方法を取っちゃったんだって。きちんとミニスと話をしてさえいればあんな事件は絶対に起きなかったんだもの。ねえミニスさん、みんなのところに帰りましょうよ。嫌よ。帰りたかったらあなた一人で帰ればいいじゃない。そういうわけにはいきませんよ。何よ、リュウグもネスティも私のこと邪魔者にして。シルバーナが一緒なら私だって。あ、何よ。あのあそこに座ってるのってユエルさんじゃ。ほんとだ。なんだか元気がないみたいですけど、どうしたんでしょう。はぁ、どうしたのユエル、しょんぼりしちゃって。うん、ミニス体の具合でも悪いんですか？だったら僕アメルさんを呼んできますけど。違うの、病気とかじゃないの。ただただ、寂しくなっちゃったんだ。うん、メイトルパの景色を見て空気の匂いを嗅いだらなんだかオルフルの仲間のことを思い出しちゃって。それで元気がなかったんですね。ユエル、別にドリスたちと一緒にいるのが嫌になったんじゃないんだよ。ユエルを呼んだアイスと違ってみんなすっごくユエルに優しくしてくれるし。でもね、ユエルさんの気持ち、僕にもわかります。生まれ育った場所って、やっぱり特別だから。みんな、今頃どうしてるのかな？ユエルのこと、まだ忘れずにいてくれてるかな？そうよ！そうすればいいんだわ！ミニス！会いに行こうよ、ユエル！寂しいのは我慢してたらダメだよ！私と一緒にオルフルのみんなに会いに行こう。本当に？本当にみんなに会えるの？金の派閥の召喚師ミニスマーニーお任せよ。しかしまあ珍しいか
顔ぶれよね、本当に。ちびっこ大集合って感じ。ちびっこって言わないでよ、失礼じゃない。あのミニスさん、メイメイさんのお店に来たってことはもしかして？そうよ、無限回廊の門を開いてもらってメイトルパに行くの。やっぱり。ユエルの仲間を探しながら敵と戦っていけば私も強くなれる。ふふ、我ながら名案よね。そっか、ミニスではあったまいい。無茶ですよ、僕たちだけで行くなんて危険すぎます。嫌なら別にレシーはついてこなくたっていいのよ。私とユエルだけで行っちゃうもんね。ねえ、そんな、もうメイメイさんも止めてくださいよ。うん、そうね、私としてはそれ以前にお題の方が気になるんだけど。じゃーん、ほら、これでどう？これは帝国シルタン自治区で限定生産される幻の純米大吟醸酒、キジンマイ。お母様がもらってきたのよ。それで足りないなら他にもまだまだお家から持ってこれるわよ。そんな、家のものを勝手に持ってきちゃいいのよ。お母様お酒は好きじゃないし、ただ飾ってるだけなら飲みたいって人にあげた方がいいもの。そうそう、ミニスお嬢様のおっしゃる通りでございます。それじゃ商談成立ね。はいはい、それはもう喜んでご案内しちゃうわよ。メイメイさん、心配無用よ。あの子たちが無茶しないよう、危険な場所まで行けないようにあらかじめ結界を張っておくからね。それってつまりミニスさんたちを騙すってことじゃ。失礼な、私は君の立場を思ってわざわざサービスしようとしてるのに。それとも何、余計なお世話なの？そんなことないですよ。でもさあ、グズグズしてないで行きましょう。はーい。はー、ご主人様、僕はどうしたらいいんでしょう。ああ、それにしてもいつもながら買い出しは大変ね。ごめんなさい、いつもならレシー君と二人でお買い物に行くんですけど。仕方ないわよ、レシーはミニスを追っかけていったきりだしね。その分私が今日はお手伝いしちゃうから。今日の献立、ミニスの好きなひき肉とキノコのパイだもんね。ええ、きっとお腹を空かせて帰ってくると思って。でもん、こんな風に好きな食べ物で機嫌を直してもらおうって考えるのもミニスちゃんのこと子供扱いしてるってことなのかもしれません。ねえトリス、私思うんです、やっぱり私たちは間違ってるんじゃないかって。アメル、ロッカたちの気持ちはわかるの、ミニスちゃんのことを心配してるから、守ってあげたいから、ああして少しでも危険から遠ざけたかったんだと思う。そうね、ミニスって負けず嫌いだから、かばわれてるって知ったらすごく傷つくと思うの。だからネスもリュウグもそうだって気づかれないように。気づいてないって本当にそう思いますか？え？私はそう思いません。だって守られるっていうことは守ってくれる人の思いをきちんと受け止めるってことだもの。誰かを守りたいって思う気持ちはすごく優しくて温かいです。心地よい羽毛にくるまれてるみたいで安心できて。でもね、だからこそ守られる方は不安になるの。本当にそれに甘えていていいのかなって。アメル、昔の私がそうでした。おじいさんやロッカやリュウグがいつも守ってくれてた、嬉しかった。でもね、私はそんな自分が嫌だったの。守られているばかりで何もお返しができない自分が。アメルの言ってること
なんとなくだけどわかるわ。私もずっとネスに迷惑ばっかりかけてたし、それが嫌で強くなりたいって思ったんだもの。ミニスちゃんも今きっと同じ気持ちだと思うんです。優しさに甘えてるだけじゃいけないって、自分にできることを必死になって見つけようとしてる。だったら私たちが本当にしなくちゃいけないのは、あの子の気持ちを大切にしてあげることなんじゃないでしょうか。きちんと受け止めて理解してあげることじゃないでしょうか。そうだね、うん、そうかもしれない。トリス、いくらミニスのためだからってやっぱ本人が納得してないことを無理に押し付けるのは間違ってるわ。きちんと話をして、それから決めるべきよ。うん、ええ。だけどアメルってやっぱりすごいよね。ちゃんとミニスの気持ちのことまで考えてたんだもの。うん、私はただ教わったことをなぞっているだけですよ。ドリス、あなたが私に教えてくれたことを。やっぱり帰った方がいいですよ。しつこいわね、まだ来たばかりじゃないの。でもここは戦いの試練を受ける場なんですよ。危ない目に遭ってからじゃ遅いんですよ。上等よ、それでこそ来た甲斐があるってものじゃない。はぁ、もうどうしたのヨエル。頭ぶつけた。ぶつけたって、別にぶつかるようなものなんてないじゃない。でも確かにここに見えない壁があるんだもん。結界だ。結界？あ、そのメイメイさんが言ってたんです。迷子にならないように結界を張っておくって。何よそれ、また子供扱いして。そうじゃないですよミニスさん、メイメイさんは僕たちのことを心配して。どうしてみんなそうなのよ。私のことちっちゃいからってバカにして。私だって一人前の召喚士なのに。オルフルのみんなには会えないの？その会わせてあげるわユエル。私は絶対約束は守るんだから。ちょっとミニスさん、何を。出てきてシルバーナー。シルバーナー、あなたの炎でこの邪魔な壁を壊しちゃって。ダメです。そんな、さあ行くわよユエル。大変だ。ご主人様に知らせなきゃ。レシーついてこないね。ほっときなさいよ、きっと怖くなって帰っただけよ。うん、レシーってすごく怖がりだもんね。ほんと、男の子のくせにだらしないんだから。ねえミニス。何？ありがとうね、ユエルのためにいろいろとしてくれて。え？あ、うん。ユエルね、一度でいいから仲間のみんなに会いたかったの。みんなに会ってお別れの挨拶がしたかったから。お別れ？うん、だっていきなり連れてかれちゃったんだもん。さよならって言うこともできなかったから。そっか。だけどそれってユエルのわがままだもんね。トリスたちは大変なんだから我慢しなくっちゃって思ってたの。でもミニスのおかげだよ。ユエルすっごく嬉しいの。本当に、本
本当にありがとね、ミニス。そんな、いいのよ、お礼なんて。だって、私がここに来た本当の理由は、あれ？霧だ。どんどん深くなってく。これじゃあ周りが見えないわ。待ってて、今ユエルが匂いで道を。どうしたのユエル？懐かしい匂い。間違いない。ちょっとユエル、オルフルのみんなだ。みんなの匂いだ。待ってよユエル。あ、戻ってきなさいユエル。ユエルってば。私だけ置いてけぼりにしないでよ。大丈夫お嬢ちゃん。誰よ、なんでこんなところにいるのよ。お友達のことなら何も心配いらないわ。あの子は自分の探し物を見つけることができたんだもの。質問に答えて。私は、そうね、ゆりかごの番人。ゆりかご？取り戻したいと願うもの、ずっと欲しいと願ったもの、そうした強い気持ちに呼ばれて私はここにやってきたの。願いを叶えてあげるために。ほら、よく無事に戻ってきたな、ユエル。勝手にいなくなっちゃって本当に心配したのよ。みんな、みんな泣くんじゃねえよ、ほれ、せっかく帰ってきたんだろうが。うん、あれがユエルの仲間。ここは貝の狭間のゆりかご。諦めていたものを手にすることができる場所。そして今度はあなたの番だわ。そう、お嬢ちゃんはみんなに認めてほしいのね。叶えてあげるわ、その夢を。彼女の気持ちか。みんなが間違ってるって言ってるんじゃないのよ。私だってミニスのことは心配だし、でもね、やっぱりちゃんと説明するべきだったと思うの。頭ごなしに押し付けられたら、それがどんな優しさでも窮屈で息苦しくなっちゃうもの。ミニスちゃんだって本当は分かってるはずです。みんながどれだけ自分のことを考えてくれているのかって。だけどやっぱり言葉でそれを伝えて欲しかったんだと思う。不安な気持ちはそうじゃなきゃ消せないから。アメル、そうかもしれないな。ネス、僕たちは結果だけを考えて過程を省こうとした。押し迫った決戦のことを考えるあまり、正直ミニスの気持ちまで考えているゆとりをなくしていたのかもしれないですね。説明しても聞き入れるわけがない。彼女のことを子供扱いしてそう判断しながら、説明しなくても分かってくれると都合よく彼女に甘えて大人の分別を期待したんだ。確かにこれではミニスが戸惑うのも当然だ。それじゃあ彼女が帰ってきたらもう一度きちんと話をしましょう。大人だとか子供だとかそういったことじゃなく、仲間としてきちんと僕たちの考えを知ってもらいましょう。噂をすれば。大変です、ご主人様。ミニスたちが無限回廊に。何度も僕は止めたんです。でもミニスさんたち聞いてくれなくって、メイメイさんの作った結界の向こう側に飛び出しちゃって。まずいぞ、
無限回廊では何が起きてもおかしくないんだ。どんな危険が待ってるかもしれない未知の領域なんだぞ。あのバカ、急いで連れ戻さないと。みんな行くわよ。これじゃあ僕たちの出番はもうなさそうだな、リュウグ。ごめんね、リュウグ。あなたが戦う分残してあげられなくて。ちくそあれ、なんだろう、なんか違う、変だよ。しかし本当に大したものだよ。これならばメルギトスの軍勢も恐るるに足りないな。ミニスちゃんがいてくれれば安心ですよね。ネスティはこんな無責任なこと言わないわ。アメルだって無茶しないでって叱るはずなのに。そうそう、もう全部ミニスに任せちゃえばいいのよ。やっぱり変よ。あらあら、目が覚めてしまったのね。せっかく私がいい夢を見せてあげていたのに。何よこれ、この気持ち悪い鼻のお化けは何なのよ。気持ち悪いとは失礼ね。悪魔の力を宿したこの私の美しさがわからないなんて。もしかしてあなたの魔獣？お利口さんね、お嬢ちゃん。そう、私の名前は沼の花。甘美な夢と引き換えに魂の蜜をすするものよ。お会いに貴様、私にはそんなの通じないんだから。そうみたいね。だけどあなたのお友達はそうじゃないみたい。みんな…ユエル！ほら、ご覧なさいな。とても幸せそうな寝顔。よほど仲間と会いたかったのね。願いが叶った魂からどんどん甘い蜜が染み出してくるわ。ユエルを離して！私を傷つければこの子は永遠に夢の中よ。怖がらなくてもいいの。別に殺したりはしないわ。幸せな夢の世界に連れてってあげる。私のゆりかごの中で永遠に眠らせてあげる。いやー、シルバーだ。逆らっても無駄よ。空空空、ちゃんと戦うことできるんでしょ。顔ぐらいじゃないの。メイメイさん、とにかく僕たちは彼女のところまで行きたいんだ。
無限回廊に続く門を今すぐ開けてくれ。門なら開けっぱなしにしてあるわよ。ご自由にどうぞ。ちっ、それを早く言えよ、この酔っ払い女。急ぎましょう。それにしてもあれよね、今日は本当に千客万来の日ね。あの子たちで3組目か。ま、その分お酒ももらえるし、めいめいさんとしては大歓迎ってやつ。どうしよう、シルバーナ、さっきの怪我が治るまで呼べないし、ユエルは捕まったままだし。ユエルね、一度でいいから仲間のみんなに会いたかったの。本当に本当にありがとね、ミニス。ユエル、すごく嬉しそうだった。仲間に会えるって何度も私にお礼を言ってた。私はただユエルのこと利用しただけなのに、強くなるために嘘ついて利用しただけなのに、全部私のせいだ。私が子供のくせに強がって無茶したから、ユエルに嘘ついたから。やだ、もう嫌だよ、怖い、怖いよ。ん？お前は？確か金の派閥の。こんなところで何をしてるんだ。ここは子供が一人で来るところじゃないぞ。トゥバイド、イオス？何があった？少しは落ち着いたか？まったく、泣き声に気づいたのが僕たちだからよかったんだぞ。化け物たちに聞きつけられたらどうなってたことか。その辺にしてやれ、イオス。それよりも大事なことが今はある。はっ。ムマの花か。獲物を幻覚に引き込んで捕らえ、その魂を糧とする魔獣。厄介な相手ですね。だが見過ごすわけにもいくまい。では自分が先陣を。うん、気をつけろよ、イオス。心得ております。ねえ、なんだ。あなたたちどうしてこんな場所にいたの？お前と同じだ。鍛錬のためあの占い師に門を開けてもらった。どうして？あなたたちもう十分に強いのに。私なんかと違ってすごく強いのに。どうしてお前はそう思う？え？確かにお前から見れば俺は強いのかもしれん。だが俺自身にすれば自分が強いとは到底思えない。現に我々はメルギトスにもトリスたちにも負けている。あの時聖女に命を救われて俺は考えた。強さとは何なのか、我々がお前たちに及ばなかった理由は何なのか考えて、ようやく気がついた。それは偽らないということだ。迷うことなく自分の気持ちをぶつけていくということだ。俺はずっと裏切り者という引け目を背負って生きてきた。その負い目を消すために理不尽なことさえ黙って受け入れた。そんな気持ちで振るう剣にどれほどの強さが宿ろうか。うん。いくら剣の断りを知ろうとも、鍛錬を積もうとも、
偽りを抱いた心ではその力を満足に出すことなどできん。我々は心の強さでお前たちに負けていたのだ。どんな苦境にあっても自分に嘘をつかずにいられる心の強さ、それを身につけるため俺はこうしてここにいる。心の強さ、ミニス、お前は自分が弱いと思うか？弱いよ。だってそのせいで言えるわ。それはお前が心に偽りを持っていたからだ。俺が聞きたいのは本当のお前の強さだ。本当の強さ？犯した罪を悔い過去に涙を流すのは甘えだ。そうした過ちの全てを認めた上でお前は戦えるか？それでも果たしたいという強い思いが心の中にあるのか？私は本当に本当にありがとね、ミニス。謝りたい。どれだけ怒られても嫌われてもいい。ユエルに謝りたいの。ごめんなさいって謝りたいよ。わかった。その思い絶対に忘れるな。が出てきたわね。あまり一人で先に進まないでください、トリスさん。これだけ視界が悪いとはぐれてしまいかねませんから。迷子を探しに来て迷子になる、そういうバカな真似だけはくれぐれもやめてくれ。進めば進むほどどんどん深くなってきやがる。これじゃあいつらを探そうにも拉致が開かねえぜ。もしかしたらミニスたちもこの霧のせいで迷って帰れなくなってるのかも。大いにあり得るだろうな。それは怪我とかしていなければいいんですが。どうかしましたか、アメルさん。この霧、何か変。え、ちょっとどうしたのよ。ご主人様、アメルさんが。おかしいの、この霧私の知ってる森のものじゃない。足元に重くまとわりついてきて、それに匂いがしない。そういえば濡れた草の匂いとかちっとも感じません。あ、みんなを呼び戻して、トリス、早く。わかっ、なんなのよこれ。霧がまるで目隠しみたいに。騒がしくしちゃダメよ。ここはもうゆりかごの中なの。あなたたちに必要なのは幸せな夢を見る時間。疲れ切った体を休めて深く静かに眠りなさいの。強がらなくていいのに。本当はあなた、もっとみんなに優しくしてほしいんでしょ。誰も傷つけたくないし、傷つけられたくない。笑顔のままでいられる場所が欲しいくせに痩せ我慢して。そんな、私は連れて行ってあげる。あなたが望んでいるその場所へ。何が起こったんだ、うん、おい、しっかりしろ、兄貴。ここはデルムの村。一体
どうなってやがんだよ。俺たちの村はあの夜廃墟になったはずだろうがよ。ほらリュウグ、お前一体何を言ってるんだ。そうよリュウグ、悪い冗談はやめてちょうだい。父さん、母さん、母さん。まあまあ、どうしたの。ロッカはお兄ちゃんなのに急に甘えたりして。だって母さん、母さん。泣き止んで、ほらいい子だから。そうだぞロッカ、今日はお前たちを連れて町へ出かけると約束したろ。泣いていたら出発できないぞ。ありえねえ、こんなこと絶対にありっこねえ。さあリュウグ、お前も支度をしておいで。嬉しいわ、今日からは親子一緒に行商のお仕事ができるのね。嘘だ、嘘だ。誰だ。発想が幼稚だぞトリス。何よ、たまに合わせてくれてもいいじゃないの。君のレベルに合わせていたら僕までバカになるじゃないか。あ、ひどい。相変わらず仲がいいな二人とも。ラウルシアン。ダメよネス、ちゃんと父さんって呼ばなくちゃ。ああ。視察の旅も無事に終わって何よりじゃって。二人とも本当によく頑張ったな。え？ネスのおかげです。私ったらドジばっかしててすっごく迷惑かけちゃって。トリス、フリップ殿もさすがにもう何も言えまい。総帥自らがトリスに好きな名を名乗れと言ったのじゃからな。で、どんな仮名にするかは決めたのかな。あ、それなんですけど、ねえネス。え？あれ、ここって本部の私の部屋。もう無理をしなくたっていいんだよトリス。え、これ以上君が苦しむ必要なんてないんだ。過去のことなんて関係ない。ローラーの名前なんてこのまま捨ててしまえばいいんだ。ちょっとネスったら何言ってるのよ。変よ。ああそうかもしれない。だがトリス、それは君のせいなんだぞ。あ、私？君が僕を変えてしまったんだ。機械のように生きようとしていた僕を変えてしまったんだ。ネスティ、トリス、僕は君のことを守りたい。君のことだけを守りたいんだ。守ってくれたから僕は無事だったんです。それじゃあれは夢。うん、大丈夫ですか。顔赤いですけど。大丈夫。それより他のみんなは。よう、リュウグ、どうしたんですかその足の怪我。ちょっとバカし、夢見が悪くてな。目覚ますために自分でやったんだよ。それじゃリュウグも。ああ、目が覚めたらネスティもバカ兄貴も消えてやがった。まったくどうなって。座ってリュウグ、今手当てを。霧が消える。
本当、寝つきの悪い子には困ったものね。うわぁ、嘘、女の人の体は大きな鼻の中から生えてる。どうやら全部てめえの仕業らしいな。そうよ坊や、せっかくいい夢をさせてあげたのに駄々をこねるなんていけない子。気をつけてみんな、あの花は悪魔の力を持っています。魔獣だ、悪魔の力で歪められてしまった花のせい。なんですって。私の名前は無魔の花。安らかなる眠りと引き換えに魂の蜜をすするもの。ほら、ご覧なさい。母さん。ネス、ロッカ、それにユエル。いくら呼んだって無駄よ。この子たちは私のゆりかごの中で幸せな夢を見ているの。永遠の眠りの中で覚めない夢を見続けることができる。素晴らしいと思わない？てめえ！待ってください、リュウグさん。下手にムマの花を攻撃したら皆さんが危険です。僕聞いたことがあるんです。ムマの花は生き物の弱い心に根を伸ばし魂の蜜をすするって。ロッカさんたちの魂は今あの魔獣とつながっちゃってるんです。それじゃ、もしあいつを倒したら当然この子たちも死んでしまうね。そんな、ほらどうしたの坊や、その斧で私を切るんじゃないの。ちくしょう、何か方法はないの。嬉しい、ご主人様のように自分で気づいて目を覚ますしか。無駄よ、無駄無駄。この子たちは私の夢を楽しんでるもの。目の前の幸せに背を向けるなんて絶対にありっこないわ。目を覚ましてあげればいいのね、エッシー君。え？光、私が天使の力で夢の世界まで道をつなぎます。それを通ってみんなを起こしに行ってあげてください。そっか、けど雨だ。これしか方法がないの、リュウグ。早くしないとみんな二度と目を覚ましてくれなくなっちゃう。私そんなのは絶対に嫌だもの。そんなことをさせるか。この俺が引き受けた。黒騎士、みんな、リオスさん、それにミニスさんも無事だったのね、ミニス。うん、デバイドたちが助けてくれたの。大江戸の事情はこの娘から聞かせてもらった。要はこの聖女をあの化け物から守ればいいんだな。うん、お願いできるかな。たやすいことだ。しくじったら承知しねえからな、リオス。貴様に言われるまでもない。ネスは私が、リュウグはロッカを。ああ、叩き起こしてやるぜ。じゃあ、ユエルさんは僕が。私にやらせて。ミニス、私が行かなくちゃダメなの。私じゃなくちゃ。お願いトリス。しくじったらやり直しは聞かねえんだぞ、ミニス。その言葉忘れるんじゃねえぞ。うん、よし、アメル、お願い。光の翼よ、闇に閉ざされた心へと一筋の光明を示して。目を覚ませよ兄貴、これは夢なんだ。たちの悪い夢なんだよ。何を言ってるんだリュウグ。て
めえもその目で見ただろうが。お袋も親父も俺たちの目の前で殺された。はぐれ悪魔から俺たちをかばって死んでるんだよ。リュウグ、慣れ慣れしい口を聞くんじゃねえ、まやかしが。落ち着いてリュウグ、あなたは悪い夢を見ているのよ。お願いだからいつもの優しいあなたに戻って。ああ、悪い夢だ。これ以上ないくらい最低のな。何をする気だリュウグ。夢を終わらせるのさ、てめえらをぶった切ってな。やめろ。許せないぞリュウグ、いくらお前でも。いい機会だぜ。俺を止めたいならな、兄貴、本気でかかってこい。あー、今何て言ったんだトリス。何度も言わせないでよ、恥ずかしい。私バスクの家を名乗りたいの。気持ちはわかるが、それは無理だよ。だって仮面を告げるのは一人だけと決まっているし、同姓を名乗れるのは家族か。うん、そうすればできるよね。私がさ、ネスの家族になっちゃえば。それはつまり、その、ダメ？ダメとかそういう、だいたい僕の一存じゃ。ラウル師範の許可をもらってるよ。だからあとはネスだけ、ネスが決めてくれるだけ。トリス、聞かせてネスの答えを。僕は勝手に盛り上がるな。トリス、トリスが二人に増えた。君はバカか。そんなわけないでしょ。もうやだ、気持ち悪い。怖いよネス。こら、必要以上にひっつくな。私ネスも偽物相手にデレッとしないの。偽物？そうよ、ここは夢の中なの。いつまで経ってもネスが起きてこないから、私が叩き起こしに来たの。騙されちゃダメよネス、偽物はあっちよ。きっと悪魔が私たちの中を引き裂こうとしてるんだわ。何言ってるのよ、偽物はあなたよ。だいたい私がこんなに塩らしいわけないでしょ。確かに。あだ、同意されるのもなんか頭にくるわね。うん、大丈夫ネス。ちょっとネスに何するのよ。あなたこそネスに何するのよ。うーん、ちょっと二人とも落ち着いて。ネスはどっちが本物だって思う？当然私よね。私に決まってるよねネス。あ、いや、ネスは私と元の世界に帰るの。私と一緒にずっと幸せに暮らすんだもん。さあどっち？僕は、ネスってば、ああいう夢が見たかったんだ。まあいいわ、ちゃんと本当の私を選んでくれたからね。なあ兄貴、俺たちが今この手に握ってるものは何だ？それを手にした理由は何だ？忘れちゃいけねえんだ。俺たちが武器を手に取ったのは過去から逃げるためじゃねえ。戦って前に進むため。そうだろ？忘れちゃいけねえんだよ。どんなに辛くても忘れちゃう。そうだな。
はミニスたちだけね。大丈夫でしょうか。心配ない。あの娘ならきっと。この人間の娘、いきなり現れて何を言うかと思えばバカバカしい。夢のわけないでしょ。もしそうならどうしてあなたがその夢の中にやってこれるの。それは人間よ、ユエルはオルフルなのだ。オルフルとして群れの中で暮らすのが一番幸せなのだ。諦めるのだ。ユエルはそれでいいの？トリスたちともう会えなくてもいいの？みんな待ってるんだよ。ユエルが帰ってくるの待ってるんだよ。みんなは待ってる。悪いことは言わん。娘よ、諦めて立ち去るのだ。この子は今とても幸せなの。あなたのしようとしていることは、その幸せをこの子から取り上げるということなのよ。違う。やめて。みんなやめてよ。往生際の悪いガキめ。無駄だと言ってるだろうが。やめて。諦めたりなんか絶対にしない。だって私謝らなくちゃいけないんだもの。ユエルに言わなくちゃいけないんだもの。だからお願い、ちゃんと目を覚まして。お願いだから、ユエル死ね。あ、そうだよね。そんなはずないもんね。バカな。仲間に何をするの、ユエル。お前たちなんて仲間じゃないよ。本当の仲間ならユエルの大事な友達を、ミニスを傷つけるなんてこと絶対ないもん。嘘つきはお前たちだ、ユエル。ごめんね、ミニス。ユエルちょっとだけ甘えてみたかったの。だから私の方こそごめんなさい。私、ユエルに嘘ついてた。自分のことばっかり考えて。いいの。ミニスはちゃんと謝ってくれたもん。それより行こう。トリスたちのところへ帰ろうよ。ユエル、もしもなくは。バイバイ、みんな。嘘でも優しくしてくれて嬉しかったよ。そんな遅くなってごめんなさい。遅えぞ。ったく、ごめんね、みんな心配かけて。いいんですよ、無事に帰ってきてくれたんだからね、ご主人様。うん、みんな反撃行くわよ。はい。簡単なことだ。現実から目を背けている限り、夢は決して叶わぬのだからな。ゆりかごの中は暖かくて幸せな世界なのかもしれない。でもね、それは一人ぼっちの幸せ。それじゃあ悲しいよね。
おのれ、私たちは一人じゃない。どんな時だっていつだって一人じゃないもの。だから絶対に負けたりなんかしない。ミニス、私の魔力あなたに預けるわよ。うん、やっちゃえミニス。ダリス、ガトリングフレアボルケーノ。こうして無限回廊で起こった事件は幕を閉じたの。貝の狭間のゆりかごは炎の中へと崩れ落ちた。それを見つめる私たちの胸にほんのちょっぴりだけ感傷という甘い痛みを残して。珍しいね、ネスティが後ろで待機してるなんて。召喚術だけが戦いの全てじゃないからな。今の相手には剣の方が役に立つ。そっか。思い上がったところで一人でできることはたかが知れている。大切なのはそれぞれの力をわきまえて有効に。つまり誰が欠けたって私たちは強くなんかなれないでしょ。そういうことだ。新手が出てきやがったか。近づかないと分が悪いですよ、トリスさん。私が行くわ。ミニス、援護お願い。え？君の出番だぞ、ミニス。うん、行くわよ、シルバーナ。